だ早いし、どこか行こうか。
これで万全だ。なんか読んでいる場合ですか？
意志で結末にたどり着いてみせる。これで万全だ。さっ、即戦即決といこう。うちなかなかやるじゃん。たまには真面目に行こう。うちのとっておきを食らえ。過ぎ去ったことは重要ではない。これで万全だ。騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、移動点検家、聴務一角。始めるか。即戦即決だ。これで万全だ。やっ、やっ、始めるか。ルールは破るためにある。始めるか。助けてくれ、誰か助けてくれ。下手に動くな。た、生死虚実、移動点検機、聴務一角。はっ、任せろ。
たまには真面目に行こって、うちのとっておきを食らえ。君らはこの力に生徒し、君らに選ぶ余地はない。行こう。ルールは破るためにある。任せろ。ついてないね。殴ったね。騒ぎを起こしたくはない。始めるか。君らはこの地下生徒し、君らに選ぶ余地はない。この銀河はあらゆる可能性を受け入れる。機会を逃すな。痛い目に遭いたいのか。
この銀河はあらゆる可能性を受け入れる。とどまれ。この機会を逃すな。任せろ。うちの出番。始めよう。
巨術移動点検器超無一角はっ。ルールは破るためにある。始めるか。任せろ。退け。うちの出番。機会を逃すな。始めよう。君らはこの力に生徒し、君らに選ぶ余地はない。大事ない。騒ぎを。この銀河はあらゆる可能性。なかなか面白いな。
後悔しても遅く。この銀河は
目的地は君たちが決めればいい。目的地は君たちが決めればいい。おい、あんた待て。この前モグラ島と対決したあんただよ。百面相のジュリアンは僕の二つな。まずいことが起きた。フックの親分がホールマスターを持って一人で大航空に行っちゃったんだ。しかも何か危険なことがあるみたいで、他のやつは一緒に来るなって言ってて、僕の代わりに様子を見てきてくれないか。フックの親分は航空にいるフェスマンさんに親父に何か起きたって聞いて飛び出していったんだ。ホールマスターまで持っていくなんて、まさかルローシャと戦うつもりじゃ。コークには悪いやつがたくさんいるから、子供は勝手に入っちゃダメだってナターシャさんが言ってた。だから頼むよ、僕の代わりに様子を見てきてくれ。フックの親分の親父でモグラとみんなの親父だよ。ベスマンさんはみんなに優しくて、要するにすごい人なんだ。じゃあ頼んだぞ、急いで行ってきてくれ。少し冷静になれ。俺たちは生計を立てるために働いている。それはみんな同じだ。とりあえず座って話をしないか。聞こえのいいことを言いやがって。俺たちはあんたをリーダーのように扱ってきたのに、あんたは俺たちにこんな仕打ちをするのか。お前は俺たちを裏切った。あんたは鉱脈の情報をあの狂った女アントニアに売っちまった。俺たちが先だったのに、その
せいで俺たちはあいつらのために働かなきゃならない。この裏切り者、どうした、返す言葉もないか。情報を売ったことを認めるんだな。お前たちはみんな悪いやつだ。親父をいじめるな。フックいやいや逆だよ。お前の親父が先に俺たちをいじめてきたんだ。信じられないなら聞いてみな。親父。そうだ、アントニアに話したのは俺だ。だが鉱脈を最初に見つけたのも俺だ。どうするかは俺の勝手だ。あんたは持っている探索機を使っているだけだろ。俺たちが探索機を奪い取ってもまだ傲慢な態度を取れるのか見てやるよ。俺に近づくな。俺は大義のためにやってるんだ。いつも問題を起こそうとするお前らとは違う。どうやら痛い目を見ないとわからないようだな。野郎ども、かかれ。この私がいる限り親父に手を出せると思うな。お前は早く私を手伝え。また一人やられに来たのか。まあいい、一人増えたところで何も変わらない。俺の実力を思い知らせてやる。ルールは破るためにある。新しい商売ですか。は、はい。親父、怪我してない？少しすりむいただけだ。フック、お前は大丈夫か？心配しないで、私にはホールマスターがあるから怪我なんて怖くない。それならよかった。そこの兄ちゃんは怪我してないか。助けてくれてありがとうな。ああ、思い出した。お前がナターシャの言っていたよそ者だな。来たばかりでコークの紛争を解決したと聞いていたが、まさか今日も助けられるとは。おお、高尚な若者だな。ありがとう。親父、早く魔女ババアのところに行こう。ひどい怪我だ。だが鉱脈探測機が盗まれた。早く探さないときっと二度と見つからないだろう。ああ、ただの工具だ。なくしたならそれでいい。診療所に行こう。目的地は君たちが決めればいい。傷の手当ては終わったわ。今は医療物資が不足しているから、これ以上の問題は起こさないように。いい？聞こえないふりはやめなさい。君のことを言っているのよ、フック。私は何もしてない。悪い奴らが先に手を出してきたから自己防衛しただけだ。こいつが証人だよ。おい、一体どっちの味方だ。分かってるならいいの。この子に好き勝手させちゃダメよ。もう時間ね。最後にもう一度だけ言うけど、フック、これ以上騒ぐとホールマスターは没収よ。分かった？分かったよ。モグラ島のボスたるもの、自分の言ったことは守らないとね。それじゃあ、私は今からカルテの記入をするから、君たちは好きにしてて。
お前とナターシャのおかげだ。そうでなければ俺たちは親子でひどい目に遭っていた。数日前、鉱脈探測機で地髄鉱脈を発見して、その情報を採掘チームの監督であるアントニアに売り込んだんだ。流浪者たちはそれを知って俺を裏切り者だと。俺も他の校区からここに来た流浪者だから、奴らの味方になるのは当然だと思ったんだろう。もちろん採掘チームがそんなことを認めるわけがない。くそ、こんな大騒ぎになるなんて。親父、どうしてそんなことをしたんだ？お金が足りないのか？親父はな、そろそろ働けない年齢なんだ。いつまで一緒にいられるかわからない分、将来のことを考えなきゃならん。他人からわがままと言われようが、裏切り者と呼ばれようが、そんなのはどうだっていい。重要なのは、俺がいなくなった後、フックがこの金で暮らしていけるということだ。親父。もういいんだ。金はもらった。何も文句はない。残念なことがあるとすれば、俺の鉱脈探測機がなくなったことだな。あれは本当になくすには惜しい代物だった。俺が行動で拾った古代遺物で、かつての航空開拓団が地髄鉱脈を検出するために使っていたものらしい。ずっとあれを使って鉱脈を探していたから、よからぬことを企む奴に目をつけられたんだろう。あんなに珍しいもの、盗まれるのも仕方がないかもしれないな。今の俺には探測機なんて必要ない。もう追求するのはやめるつもりだ。盗んだ奴は、ふん、せいぜい幸運に恵まれるといい。診療所の外で話がある、とフックが目で訴えかけている。これが目と目で通じ合うということか。待て、お前に手伝ってほしいことがある。するか言ってない。でもその精神はモグラ島の名誉隊員にぴったりだ。なんとか探測機っていうのが親父の大切なものなら絶対に取り返したいんだ。手伝ってくれるよな。よし、それじゃコークの避難所で待ってるから、お兄ちゃん。私の推測ですが、おそらく本当だと思います。コークでの紛争が終わった後、支援は避難所にいた人々を集めて怪我人の数を把握するために点呼を取っていました。でも当時その場にいない人間が4人いたのです。そして私たちが戻った時にはすでにフェスマンさんの探測機がなくなっていました。
避難所の隅々まで探したのですが、一向に見つからなくて。きっと盗んだ犯人はその4人の中にいると思います。ええ、容疑者が一気に絞られました。流浪者には流浪者の尊厳がありますから、犯人は必ず捕まえます。でも。でも、何？実は、容疑者たちにそれとなく聞いてみたのですが、みんな自分は何も盗んでいないと言ってるんです。もちろん、本物の泥棒が素直に告白するとは思えませんので、きっと4人のうち誰か1人が嘘をついているのでしょう。私たちには誰かを勝手に捕まえる権利はありません。みんな同じ流浪者なんです。盗んでいない人なら嘘をつくこともないでしょうし、証言を聞くだけでも犯人を捕まえる十分な手がかりになると思います。容疑者の4人は全員避難所にいますので、自信があればあなたも調べてみてください。もしかしたら今度こそ真犯人を見つけられるかもしれません。大人は本当に狡猾だな。私が一人一人しっかり尋問してやる。お前が親父の探索機を盗んだのか？違う、私は泥棒じゃない。本当か？だったら私たちの質問におとなしく答える。いいよ、質問するなら早くして、時間を無駄にしないで。ぼーっとしてた。それだけ。特に気づいたことはない。いい人でも利益を重視する。ない。探索機って、この人はもっと普通に話せないのか？普通？いつもこんな話し方だけど。私このお姉ちゃんは泥棒じゃないと思う。あれ、フック、どうしたの？何か用？お前が親父の探索機を盗んだのか？やっぱり疑われてるんだね。こんなことになるならあのタイミングで出かけなければよかった。バカだったな。そんなことないよ。僕は何も悪いことはしてない。の質問に答えるだけでいい。分かった。質問して道義が晴らせるならそれでいいよ。特に何もしてないよ。ただちょっと散歩に出てたんだ。終わった。この理由はどう考えても怪しすぎる。この理由のせいでもっと疑われたりするのかな。フェスマンさん？いい人だけど。なんでもない。もしかして今の僕ってすごく怪しい？でも本当に何もしてないんだ。信じて。探測機？ない。僕は何も見てない。何も知らない。質問は終わり？僕の無実は証明できたかな？待ってるだけなんてますます不安になるじゃないか。お前が親父の探索機を盗んだのか？なんだと？俺に濡れ衣を着せるつもりか？怒るぞ！
とって最も重要なことは何か知ってるか？信用だ。こんな風に憶測で誹謗中傷なんかしやがって、もし俺の仕事に影響が出たら責任を取ってもらうからな。だったら私たちの質問におとなしく答えろ。お前を信じるかどうかはそれから決める。黙秘権を使わせてもらう。その質問には答えたくない。発言を拒否する。お前、もう一度だけチャンスをやる。ホールマスターを見て考え直すんだな。俺は数々の修羅場をくぐり抜けてきたんだ。お前らみたいなチンピラにおじけづくわけないだろ。そうだ、取引をしないか？俺が持ってる情報を少額で提供してやるよ。もちろん嘘はつかない。はあ、だったら好きにしろ。俺は黙秘権を行使するだけだ。支援で俺を脅す気か？俺があいつらを怖がるとでも？ふん、ゼレレ姉ちゃんを呼んできてこいつを捕まえてもらおう。はあ、やめろやめろ、冗談だって。分かった、答えるよ。答えればいいんだろ。だから支援は呼ぶな。町で商品の仕入れをしていた。何もおかしくはないだろ。俺の仕入れの時間は誰もが証言できるくらい規則正しいんだ。ああ、それと避難所の人たちがどこに行ったのか考えてたよ。フェスマンさんはよく俺の仕事の世話をしてくれるし、親切にもしてくれるけど、特に親しいわけじゃない。鉱脈の件に関してはいい対応だったとは言えないな。みんな共存すべき隣人なのに他人に甘い汁は吸わせないと言わんばかりだ。全く理解できない。盗んだのは間違いなくコックだ。絶対そうだ。俺の信頼にかけて嘘はついてないぜ。俺の仕事柄、人の考えを読み取るスキルが必要だ。あのコックが何か企んでいることくらい俺はとっくに気づいていた。信じられないの？他の人にも聞けばいい。探偵の真似事か？いいえ、お前が親父の探測機を盗んだのか？このガキ、いきなり人を泥棒呼ばわりするとは失礼なやつだな。俺は常に清く正しく生きてきたんだ。泥棒なんてするもんか。ふん、口では何とでも言える。本当に盗んでないならおとなしく質問に答えろ。はあ、ガキのくせに生意気だな。分かった、2分やるから、その間に好きなことを聞けばいい。飯を作ってた、それだけだ。この染みついた料理の匂いが嘘だと思うか？タイミングが悪かったとしか言いようがない。こんな厄介ごと自分から巻き込まれに行くわけないだろ。あの時はたまたま食材の買い出しに行ってたんだ。フェスマンさんには頭が上がらない。何しろリベットタウンにいた頃は採掘チーム全員の食事を俺に任せてくれてたからな。彼を信頼していたからこそこのコークまでついてきたんだ。なのにまさか彼が儲けを独占するとは。チェ、鉱脈は見つけた人のものだから彼を責めることはできない。ただ俺が今まで抱いていた彼のイメージにはそぐわないな。ああ、別に密告するつもりはないが、
フェスマンさんのためにお前に秘密を打ち明けたい。この前あそこのシッターがフェスマンさんのテントに忍び込んで何かの箱を持って出てきたのを見たんだ。どうだ、怪しいと思わないか。好きにしろ。お前たちが信じようが信じまいが言うべきことは言った。終わったならさっさと帰ってくれ。俺は忙しいんだ。どうしよう、頭の中がごちゃごちゃしてる。お前たちは4人が言ったことを覚えてるか？安心してください、私が記録しておきました。いいですか、あの4人の中で嘘をついているのは泥棒だけのはずです。コックはシッターがやったと言い、仕立て屋は自分はやってないと言い、物売りはコックがやったと言い、シッターは自分じゃないと言いました。どうでしょう、犯人は分かりましたか？私もよく分からないけど、とりあえずお前の判断を信じるよ。行こう、直接問い詰めてやる。分かった、親父の探測機を盗んだ犯人はお前だ。僕は無実だ、何も盗んでない。こんな風に疑われると知ってたら避難所に戻らなかったのに。あの時避難所に戻ってさえいなければ。本当に僕じゃない、僕は何も知らないんだ。君たち、僕がいじめやすい雰囲気だからってそんなことを言うの？テント、ベスマンさんのテントに近づいたことなんてないよ。お願いだから無実の人を疑わないで。僕は今まで親の小遣いすら盗んだことがないんだ。もしかしたらこいつは本当に犯人じゃないかもしれない。私はそう思う。考えてもみろ、シュベターお姉ちゃんが言ってただろ。もし犯人がシッターのお兄ちゃんなら、シッターのお兄ちゃんと物売りの話がどっちも嘘になっちゃう。もう大人って本当に頼りないな。親父が探測機を置いていた場所を探せば何か手がかりが見つかるかもしれない。これは物資箱のラベル。私あっちだ、急いで見に行こう。ラベルはこの箱に貼られてたはず。待て、なんか変な匂いがする。調味料の匂いだ。ほら、まるで洞窟イモリの塩焼きみたいな。こんな独特な匂い普通の人からするか。どうしよう、泥棒は親父の宝物を持って行ったみたい。この折れた単身絶対に探測機のやつだよ。親父の宝物売られたりしてないよな。泥棒はどこに行ったんだろう。フック、もっとよく考えるんだ。そういえばコークに来る前に
散歩おじちゃんを見かけたんだ。今回のことに何か関係があるのかも。私が案内する。散歩おじちゃんはあっちにいるはず。散歩おじちゃんはいつも魔女ババアの診療所に通ってるから、何か深刻な病気なのかもって思ってたんだけど、もしおじちゃんと泥棒が来るだったら、おじちゃんも悪者だ。あなた本気ですか？こんなに珍しいもの本当にこの値段で売ってくれるのですか？売ろなんかない。お前本当に無駄話が多いな。いるのかいらないのか早く決めてくれ。二人とももう逃げられないぞ。ドスクロのフック様のご登場だ。なるほど、安物には裏がある。この商品に問題があることなど僕はとっくに気づいていましたよ。誤解のないように言っておきますが、この方と僕は共謀しているわけではありませんので、副校長さん、それをこちらに向けないでください。物騒ですよ。おい、そんなに早く手のひらを返すやつがあるか。さっきは長期取引だって。お前が親父の宝物を盗んだ犯人だな。オールマスターは絶対にお前を許さない。なあ、これはフェスマンのせいだ。これを持ってるからって一人で儲けて、あまりにも不公平じゃないか。なんだか嫌な空気になってきたので、僕は先に失礼してもいいですか？俺に道理を説くつもりか。今の仮想部で盗みを働かずに生きていけると思うのか。どっちにしろ宝は俺が持っている。奪い返せるもんならやってみろ。即戦即決と行こう。任せろ。君らはこの力に精通し、君らに選ぶ余地はない。楽しめるといいのですが。さっきは偉そうなこと言ってたくせに、この程度か。早く探索機を出せ。まずい、親父の宝物が壊れてる。おや、こんな時は僕の出番ですね。もちろんです。あなたと復興嬢さんの勇姿は1秒たりとも見逃せませんからね。教えてあげましょう。ボルダータウンにカンテラ・パフラビーという鑑定士がいます。この鑑定士、表向きは古代遺物の鑑定はやめたと言っているのですが、裏では高値での買い取りを続けているんです。その宝物にはかなりの価値があるようですから、彼のところに行って運試しをしてみてはいかがでしょう。コツとしては、まず彼の前で宝物を安く売り払うふりをして、彼がワクワクしながら宝物を修理してくれたら、やっぱり売るのはやめて手元に置いておきたいというのです。このようなビジネス手法はいいとこ取りと呼ばれているのですが、いかがです？カンテラ・パフラビー、わかった。ありがとう、散歩おじちゃん。よし、すぐに町へ行ってその人を探そう。お気をつけて。目的地は君
君たちが決めればいい。古代遺物の鑑定はやめたんだ。その探索機がよっぽど珍しいものじゃない限り。これだ。探針が折れてるんだけど直せるか。おお、これは実に珍しい。よく見せてくれ。ちゃんと見てくれ。絶対に直したいんだ。俺は長年この仕事に携わっているが、こんな古代遺物は見たことがない。俺の見立てじゃこれを修理するのは不可能だ。だが極めて希少なものだから、壊れていても高値で買い取ることはできる。どうだ、取引するか。探針のない探測機は歯のない剣と同じさ。今はただのガラクタ、全くの無価値だ。俺以外に売れる相手はいないと思うぞ。迷うのはやめて売った方がいい。それなりの値段で買い取ってやるから。行くところだったぞ、フック。そろそろ家に帰ろう。俺が岩暮らしガニの塩焼きを作ってやる。どうかしたのか？探索機？ああ、俺がなくしたと言っていたあれか。私はお兄ちゃんと一緒に親父のものを盗んだ泥棒を捕まえたんだ。でも親父の探索機はもう壊れてて、私がもっと早く見つけていれば。やっぱり盗まれていたんだな。怪我はしてないか、フック。私は大丈夫だ。親父、探索機がまだ使えるかどうか確かめてみてくれ。これは地髄探針が壊れているからもう使えないだろうな。そっか。ごめん親父、私何もできなかった。どうして謝るんだ。俺のために頑張ってくれたんだろう。ありがとうな、フック。でも親父の宝物が。泣くな、フック。親父の宝物はずっとここにある。なくしたことも壊れたこともない。泣く。俺はこの探索機でたくさんの鉱脈を見つけて、採掘チームの労力を減らすのに貢献してきた。その点から言えばこれは確かに宝物かもしれない。だが結局のところ、探索機は単なる道具に過ぎない。本当の宝物とは、それを所有する人にとってかけがえのない意味を持つものなんだ。私、よくわからない。それでもいい。
親父のたわごとだと思ってくれ。いつか必ず分かる日が来る。じゃあ親父の言う宝物は。安心しな、今も元気に遊び回ってるよ。いいところに来たわね。ちょうど君にお願いしたいことがあったの。カルテを見たら、最近再診を受けていない患者さんが何人かいて、少し心配なのよ。過去に似たようなことはあったけど、こんなに一気に来なくなるだなんて初めてで。難病、重症患者サポート会という団体を知ってる？病気を克服しようとしたり、そんな自分の経験を共有したりしている患者の活動を支え、励ましているのが一般的な支援団体よ。でもおそらく、サポート会はそんな単純なものじゃない。私が見ている患者の何人かは、難病、重症患者サポート会に参加してから、治療を拒否するようになったの。おかしいと思って当然でしょ？さらに怪しいことに、いくら聞いても誰もサポート会の詳細を教えてくれなかったの。だから君の手を借りたいのよ。危険なお願いのように聞こえるかもしれないけど、君がすべきことは簡単よ。サポート会の実情を調査して、一体何をしているのかを明らかにしてほしいの。もしサポート会が主治医である私に隠れて患者に害を及ぼすことをしていたら、黙って見ているわけにはいかないわ。この件、君に任せてもいいかしら。本当にいつも頼りになるわね。私は毎日この小さな診療所でたくさんの患者を診察する必要がある。君が手助けしてくれるおかげで安心して治療に集中できるわ。それじゃあお願いね。戻ってきたらちゃんとお礼をするわ。君を診療所で見かけたことがある。ナターシャ先生のところで雑用をしていたような。しらばっくれるな。僕の目をごまかすことはできないぞ。当ててやろう。再診を受けるよう説得しろってナターシャ先生から頼まれたんだな。それに何の意味がある。僕はもう末期だ。終わりだよ。もうこれでいいんだ。いや違う、本で読んだんだ。僕の容体にぴったりと当てはまる症状が本に書かれていたんだ。半分ほど読んだだけでも十数個は一致していたよ。
こんな状態で再審を受けても時間とお金の無駄だろう。それに先生の薬も無駄にしてしまう。サポート会？何のサポート会だ？もうダラダラと話すのは終わりにしよう。実はお金がないんだ。ナターシャ先生はずっと後払いにしてくれているけど、僕はそこまで高顔無知な人間じゃない。そんなこと君に言われなくても分かってるよ。説得は諦めろ。もういいんだ。前にバク先生に見てもらっていた時はお金がかからなかったのに。ナターシャ先生もいい人だけど、僕の中では彼こそ最も。ナターシャ先生のお兄さんのことさ、以前は二人ともリベットタウンで医者をしていたんだ。噂によるとバク先生は上層部にある医学院に通っていた頃から優秀で、大きな病院も彼を欲しがっていたらしい。なぜ彼がこの貧しい下層部に来たのかはわからないけど、純粋な善意に違いない。行けたら行きたいに決まっているだろう。だが噂によるとバク先生はもう亡くなったらしいんだ。そのこれから教えることは他の人にも言うなよ。聞いたところによると、妹であるナターシャ先生がバフ先生の死に関わっているらしい。彼女はバフ先生が自分の患者を奪ったことに嫉妬していた。だからな、小耳に挟んだだけだ。僕だってナターシャ先生がそんなことをするはずがないって信じてる。もういい。これ以上話すことはない。ナターシャ先生がわざわざ人をよこしたんだから言う通りにするよ。後で病院に行く。また会おう。さっきの患者は経済的な理由で再診を受けていなかった。他の患者にも聞いてみよう。言いなさい、どこに行ってたの？何を言っているんだい？大声でお願い。私は耳が悪いんだよ。ああ、どうして再診を受けない？それが聞きたいこと？ナターシャ先生はいい子で、診察でも毎回とても親切にしてくれる。でも私はもうこの年だ。少しの無理もできない。病気が治っても長くは生きられない。ただの無駄遣いだよ。それは若い人に言うべき言葉だよ。私の今の状況で健康な体を求めるなんて贅沢さ。実はうちの旦那も同じ病気だったんだ。あの人は私に薬を飲めと言っていたけど、自分は何もしていなかった。それからある日、コークに用があると言って出て行ったきりになってしまった。あの人は前から言ってたよ。私よりも先に行きたいってね。本当にわがままな人だった。唯一の気がかりだった伴侶がいなくなったっていうのに、他に誰が私の寿命なんかを気にするんだい。本当かい？早くそばに来てほしいんじゃないかと思っていたんだけどね。今の若者は本当に諦めが悪い。分かったよ。
あんたの言うことを聞いてナターシャ先生のところにもう一度行くよ。ん？また何か言ったかい？どこに行ってたの？私は耳が遠くてね。サポートなんだって？ああ、聞こえた、聞こえたよ。もっと小さな声でいい。ないね、サポート会なんて聞いたことないよ。おばあちゃんは旦那さんのことを考えた結果、再診を受けていなかった。他の患者にも聞いてみよう。再診を受けない理由を聞くとは、お前も患者か？それともナターシャ先生に言われてきたのか？彼女以外に俺のことを気にかける人間なんているか？今の俺にナターシャ先生の助けは必要ないんだ。俺の分の薬と心配は他の奴らに分けてくれ。確執？そんなものはない。彼女は下層部ではたった一人しかいない良心的な医者だ。だが彼女のやり方は非効率的だし、理想主義すぎるから賛成できないんだ。全員を救おうとすることは誰も救えないことと同じだ。そんなやり方では患者が苦しむだけだし、医者側だって疲弊する。何せ俺みたいな甲府は長期にわたる治療を受けることなんてできないからな。薬を飲んでもすぐに仕事に復帰し、金を稼ぐことができなければ生きていけないだろう。ワフ先生を知ってるか？彼が調合した薬は安くて即効性がある。ほんの少しリスクを負うだけでいいんだ。ワフ先生の薬はとても特殊で、それを飲んで治ったやつもいれば、症状が悪化して亡くなったやつもいる。だがリスクがあっても誰もが薬を手に入れようとした。なぜかわかるか？ふん、わかってるじゃないか。どんなやつだって追い込まれれば目の前のチャンスに飛びつくもんだろう。たとえそのせいで命を失いそうになってもな。俺らのような人間にとって緩慢で苦痛を伴う治療は死ねと言われているようなものだ。そんな苦しみを受け入れるぐらいなら思い切りのいい方を選ぶ。もう話は終わりだ。お前にこれだけ話しても意味がない。バフ先生はもういないんだ。なんだ、お前も特効薬に興味を持ったのか？こっそり教えてやるよ。難病重症患者サポート会という団体が今でも薬を売ってる。取引が行われている場所を教えてやってもいい。だが絶対に守るべきルールがある。絶対にナターシャ先生にだけはこの情報を教えるな。分かったか？もしルールを破ったら恐ろしい目に遭うぞ。ほら、これを持っていけ。難病重症患者サポート会が薬を売っている場所だ。もう一度言うぞ。絶対にこの情報をナターシャ先生に漏らすな。特効薬を売ってる場所は分かったけど、これからどうしよう。さっきの患者はナターシャに教えるなと言っていたけど、従うべきだろうか？止まれ。
こに行くんだ。薬を買いたい。わかったぞ。お前もバフ先生の特効薬を求めてきたんだな。ここを通る哀れなる老者はみんなお前と一緒だ。薬を買いたいのなら俺に言え。この先に進む必要はない。ああ、ちなみにここは現金支払いのみで後払いはダメだ。値段はサポート会が後から決めたんだ。バフ先生みたいに無料で与えるわけにはいかないが、診療所の女医者から買うよりは安い。おい、買うか買わないか早く決めてくれないか。お前とおしゃべりしてる時間はないんだ。待てよ、お前の格好、あの女医者の知り合いだな。前に診療所に行った時に見かけたぞ。間違いない。今すぐ消えろ。ここから離れるんだ。あの女の関係者を受け入れることはできない。今日はもう店じまいだ。俺に話しかけるな。待ってくれよ。俺たちの薬はどうすればいいんだ。ずっと並んで待っていたのに。全員今すぐ消えろ。無駄口を叩くな。日を改めて来い。薬を売っていたやつ、すごくビクビクしていたな。戻ってナターシャに報告しよう。目的地は君たちが決めればいい。つまりサポート会は兄バフが残した研究成果を見つけたのね。そして彼らはいわゆる特効薬を一部の患者に売っている。そんなことをするなんて、やはり真っ当な組織なんかじゃなかったのね。そうでしょうね。私は特効薬を絶対に飲むなと言い張っていたから、彼らも私の態度を知っていたのでしょう。バフの残した薬、いいえ、あんなものは薬とは言えない。ただ実験の過程で生まれた副産物や試薬に過ぎないの。何度も警告しているのに、それでも彼らは聞く耳を持たない。道理でサポート会に関する情報をなかなか教えてくれなかったのね。その人たちが私に関する良くない噂話をしていたから、君はまず薬が売られている場所を調査しに行ったのね。君を責めたりなんかしないわ。私を信じてここに来てくれてありがとう。とても嬉しいわ。もしバフの特効薬が気になるのなら、診療所の患者に聞いてみるといいでしょう。どんな答えが返ってくるか君自身で確かめて。バフ先生のことをわざわざ上層部から来てくれた善人だという人もいるけど、私はそう思わない。貧しい人たちの医者なんて言い方は自分で自分を感動させてるだけよ。バフ先生は無料で薬を配っていたけど、それを飲む人たちのことは大して気にかけていなかった。言葉は悪いけど、私たちは彼の実験台に過ぎなかった。病気が治るかどうかは重要じゃない。重要なのは彼のおもちゃになりたい人がいるかどうかよ。もちろん他の人の意見をどうにかできるわけじゃないから、これはただの私の憶測だけどね。バフの残した薬ですって。あんなもの本当に薬って言えるの？ナターシャがここにいるけど、はっきりと言わせてもらうわ。私からすればバフは道徳心が欠けていて、いい医者とは言えない。医者としての技術はあるけど、病をちゃんと治そうとは思っていないの。
以前診察に行った時、どこが悪いのかも聞かずに特効薬を処方されたのよ。あなただったら何のためらいもなくその薬を飲める？バフのことをどうやって君に伝えるべきか、まだ考えがまとまっていないの。私たちの関係と、それから彼が仮想部でしたこと、すべて話そうと思えば長くなるわ。バフについていろいろな意見を聞いたはずよ。君の考えを教えてくれる？ねえ、君に会ってもらいたい患者がもう一人いるの。彼女は特効薬の被害者。薬物が患者にもたらす影響を君自身の目で確かめてほしいの。彼女の状況を把握したらここに来てまた意見を聞かせてちょうだい。その後にもう一つ頼みたいことがあるの。この若い子や、こっちにおいで。私とおしゃべりしましょう。かわいそうな彼女はそっとしておいてあげて。話したいことがあるの。かわいそうにね、彼女の夫と子供は病気で亡くなったの。そうよ、家族が亡くなるまでは明るくて朗らかな女性だったんだけどね。彼女の夫と子供は奇妙な病気にかかってしまったの。症状はそれほど重くなかったけど、仕事や生活に多少の支障が出ることは避けられなかった。だから病気を完治させるために特効薬とやらを手に入れた。その薬を服用するようになってから二人の病状がたちまち悪くなるだなんて誰も思ってなかったわ。あの苦しみようは死んだ方がマシだと思えるぐらいだった。それからしばらくして二人は間を置かずに亡くなってしまったの。それから彼女は今のようになってしまった。ナターシャ先生が率先して彼女の世話をしてくれたけど、そうじゃなければ、ああ考えたくもない。本当にそう思うの？騙そうという気持ちがなければ、あんな恐ろしい薬を人に飲ませるわけがないわ。少し話疲れたようね。今はできるだけ私と夫で手助けをして、彼女がいつかまた人並みの生活ができるようになることを望んでいるの。彼女と話せた？その表情から察するに
特効薬の性質を理解したような。バフだろうが、サポート会だろうが、彼らは仮想部の人たちの心理をよく理解していた。お話を聞かせてあげる。昔、上層部に腕のいい医者がいて、彼は薬の調合にも長けていた。その医者は人が極寒に耐えられるようになる薬を研究していたの。彼はその研究を吹雪免疫と名付けた。でも医者の研究は何度も暗礁に乗り上げた。被験者が少なかったのよ。体の免疫システムに手を加えるなんて大きなリスクを伴うから、上層部では誰も実験に協力しようとしなかったの。その結果、医者は下層部にいる妹に連絡を取った。医療の面で下層部の助けになりたいと嘘をついてね。それを知った妹は大喜びしたわ。何しろ彼女は医者としてずっと兄を目標としていたから。だから彼女は下層部にやってきた兄を迎え入れた。人に頼んで彼のために診療所と実験室を用意したの。その後のことは君も知ってるはずよ。バフは貧乏な人たちに無料で薬を配っていた。けれどそれは薬の効果を試すための手段に過ぎなかったの。確かに彼の試薬は患者の苦痛をある程度緩和できたけど、それだけよ。試薬の効果でしばらくの間は苦痛が和らぐから、通常の治療がおろそかになる。その結果、軽症者は偽りの薬の効果で症状が良くなり、全ての功績は特効薬にあると思い込む。重症者の病状は悪化して死に至る場合もある。死に至った人たちのことをただの不運やリスクという言葉で片付けたくないの。責任感のある医者ならそんなことを受け入れるはずがない。だから正式に特効薬を回収する仕事を依頼したいの。引き受けてくれるかしら。ありがとう。こうすることで必ず特効薬に依存している患者を苦しめることになる。彼らの偽りの希望を打ち砕くのだから。でも情に流されず、必ずバフが残した薬を回収してほしいの。全ての責任と結果は私にある。だから君が不安になる必要はないわ。行ってらっしゃい。いい知らせを待っているわ。通行禁止だ。チッ、堂々としやがって。渡さなかったら奪うつもりだろ。お前やっぱりあのジョイの手下だな。俺たちサポート会の情報網をなめるなよ。どうやらあの女が俺たちの薬に目をつけてお前を送り込んできたようだな。野郎ども、遠慮するな。こいつを追い払え。即戦即決といこう。任せろ。楽しめるといいのですが。ついてないね。
早く退く。この銀河はあらゆる可能性を受け入れる。なかなか面白いな。どうした？今度は誰が喧嘩を売ってきたんだ？おや、有名なよそ者じゃないか。まさか泥棒や強盗の真似をするとはな。その度胸に免じて教えてやろう。私は難病重症患者サポート会の会長だ。目の前にあるこの薬は多くの会員の命に等しい。彼らの健康を損なうようなことをして本当にいいのか。患者たちは実に気の毒だな。せっかく命を救ってくれる特効薬を見つけたのに、君みたいな強盗が現れるとは。この下層部には多くの患者がいるが、あの診療所だけでは全員の面倒を見ることはできないだろう。私のサポート会は彼女が面倒を見れずにいる患者たちを助けている。私たちは感謝されるべきでは。ふん、どうしてもここをめちゃくちゃにしたいようだな。ここを見つけられたのなら、こちらも君を無事に返すわけにはいかない。お前たち、この薬泥棒を捕らえろ。始めよう。退しちゃってます。お客様を裏切れと追加料金ですよ。はい、真面目にうちのとっておきを食らえ。くそ、私たちに何の恨みがあるんだ。なぜ私たちの金づるを奪おうとする。金づる、自分で認めたようね。薬を売るのは金儲けのためで、患者の命を救うためではないと。どこからやってきたんだ。くそ、どうして次から次へとトラブルが。両親に目を背け、偽の薬を売ろうと決めた日から、何かしらのトラブルが起こることを予期していたはずよ。私には患者たちの命や安全を守る責任がある。言い換えれば、患者の生命を脅かす危険要素は必ず排除しなければならない。全ての人間を救うことはできない。下層部にはたくさんの病人がいるっていうのに、どうやって全員を助けるつもりだ。そうね、私の力だけでは不可能よ。でも、もし必要であれば、食事も睡眠も放棄して治療するわ。バフが下層部に残した負債は今でも私が肩代わりしている。私は倒れてでもここで人々の役に立てるように努力するつもりよ。意固地なやつだ。その辺は頭のおかしい兄と全く同じだな。褒め言葉だと思っておくわ。ありがとう。君は多くの下層部の人々を救ったわ。私は何とかして兄が残したこの試薬を処理する。もう二度とサポート会が彼の名前を使って悪さができないようにね。町に戻りましょう。まだ患者たちに説明してないもの。目的地は
君たちが決めればいい。ナターシャが患者たちに囲まれている。何を話してるのか聞いてみよう。先生、何を言ってるんだ。特効薬の配布はもう終わりだと。ええ、その通りよ。あの薬には重大なリスクが潜んでいる。関連する仕入れのルートはすでに遅延が潰したわ。みんなの病気には合理的かつ科学的な治療が必要なの。むやみやたらに薬を服用する行為は症状を悪化させるだけよ。ふん、何が合理的科学的だ。自分の患者を奪われて嫉妬してるんだろう。ナターシャ先生にそんなことを言うなんて。おいばあさん、なんで彼女の味方をするんだ。特効薬のおかげで元気になったっていうのに今さら供給を断つだと。何なんだ。イライラする気持ちもよくわかるけど、担当医である私の判断も信じてほしい。私はみんながそれぞれの困難を乗り越えられるように医療物資を確保する方法を必ず考えるわ。必要があれば上層部にも助けを求めてみる。上層部忘れてたよ。先生は上層部のお嬢様だったな。ナターシャ先生に対してなんて口の利き方をするんだい。ち、早く特効薬の代わりを見つけてみせろよ。じゃないと彼女がバフ先生を陥れたことを全員に言いふらしてやるからな。俺はもう行く。来てたの。ごめんなさい、気まずい場面を見られたわね。ええ、彼の立場になって考えればあんな反応をされても仕方ないわ。私にできることは彼のような患者を治療して疑いを払拭することね。この話は後回しにしましょう。バフの残した騒ぎが一段落して胸の使いが降りたわ。今から彼とのことを全部説明するわね。何か質問があるのなら遠慮せずに言って。ええ、血はつながっていない。でも私たちは本当の兄弟よりも親しい間柄だったわ。私も実は孤児院で育ったの。上層部の家族の養子になってから人生が変わり始めた。養母は私を実の娘のように可愛がってくれたわ。バフもそう、実の妹のように扱ってくれた。少なくとも小さい頃は。養父母の家は代々続く医者の家系で、私たちは幼い頃から様々な医学の専門書に触れていたの。そして二人とも順調にベロブルグの医学院に入学し、その後も医療の道を歩いた。温厚で物静かだったわ。でも専門的なことに対してはまるで人が変わったように極端に固執するの。私が実験で失敗するたびに彼は鋭い言葉で攻めてきた。でもいつも後から私に謝って慰めてくれたの。
矛盾を抱えた人だったわ。彼がリベットタウンに試薬を残していたなんて知らなかったわ。だから君から聞いた時少し驚いたの。完全に断ち切ることのできなかった過去は必ずいつか戻ってきて目の前に立ちはだかるのね。最初から説明するわね。バフには小さい頃からの夢があった。吹雪免疫という薬を作り出すことよ。彼は人間の体が寒さに弱いことを病気の一種だとみなしてた。だからそれに対抗するための薬を開発したいと考えてたの。そうすれば人々は雪原で強度を築き直すことができるでしょ。私は彼の理想とやり抜く力を信じていたけど、吹雪免疫は叶わぬ理想だと思ってた。彼の上層部での研究がうまくいっていないことも知ってたから、誘いの手紙をよく送っていたわ。孤児院で子供たちと一緒に過ごしましょうって、気分転換になればいいと思っていたの。でも当時の私はまだ若かったから分からなかったのね。長く続いた挫折がいかに人を圧倒し恐ろしい影響を与えるのか。彼は仮想部で劣化の侵食をわずかに受けた患者たちに出会ったの。暑さや寒さに対して異なる反応を示す患者たちの体やその特徴に彼は夢中になった。そして彼はその効果を再現するようになったの。それが吹雪免疫の開発の後押しになると考えたのよ。彼の試薬に病を癒す効果なんてなかった。この世にそんな万能薬は存在しないわ。研究対象となる人の症状を短期間安定させて体の変化を観察しやすくするためにバフは試薬を作り出したの。いつの間にか何の罪もない住民に彼は試薬を配っていたわ。私が異変に気づいた時にはもう恐ろしい研究によって彼の理性は限界まですり減っていた。全てが私の身近で起きていた。笑えるわね。親しい人に対する信頼が私の目を曇らせていた。彼の実験が明らかになった後、オレグと私はどうすればこの出来事に終止符を打てるのかいろいろと話し合った。当時は仮想部が封鎖される直前だった。だから仮想部にシルバーメインはほとんどいなかったの。私たちはバフをどうするか長い間考えた。オレグは追放を提案したわ。彼が二度と仮想部に足を踏み入れないようにすればいいと言ってね。もし真実を知られていたらバフはきっと被害者たちの怒りに触れて八つ裂きにされていたはずよ。当時の私は若くて甘かった。オレグはきっと私の気持ちも考えてそんな提案をしてくれたのね。そうだといいけれど、真実を知った日、初めて兄が他人のように思えたわ。
私とオレグは彼を上層部へと追放した。その時バフは最後の望みを言ったの。場外にある彼がずっと克服したいと願っていた雪原に行きたいってね。私の目の前で彼は雪の向こうに消えたわ。あの時から私は頭の中で繰り返し何度も自分に言い聞かせているの。バフはもう死んだってね。ごめんなさい、こういった話をするのは苦手なの。バフはひどい兄で最低な医者だったわ。君はそれだけ分かっていればいい。今日はここまでにしましょう。兄が残した問題を解決してくれてありがとう。これは感謝の気持ちよ。受け取ってくれるかしら。